はい、皆さんこんにちは、ジブリおじさんです。YouTuber のジョーブログさんが、事務所を立ち上げるということで、僕も応募しまして、まあ、その様子を動画でお伝えしてきたんですが、結果が出ました。はい、この LINE で来たので、皆さんと共有したいと思います。この度はオンザロードインフルエンサー募集にご応募いただきありがとうございます。二次審査の日程が決定いたしましたって感じで、あの二次審査の場所を、書いてあるんですが、内容が、ジョーによるオンザロードについての説明と1分間の自己 PR による審査を行います。で、下の方をスクロールしていくと、なお予告なくご参加いただけなかった場合、こちらで不合格とさせていただきます。どうしても日程の都合がつかない方がいらっしゃるかと思いますが、今回の二次審査では来ていただける方を優先させていただきますので、この度は不合格とさせていただきます。はい、ということで落ちました。僕前の動画でも言ったんですけど、二次審査の時は僕海外にいるんですね。なんで、参加できないことが分かってたので、まあ LINE を通して、まあこれこういう理由で参加できません、代わりに、自己 PR を動画で送りますので、いかがですかみたいな感じで、提案をしてみたんですが、まあ、やっぱりダメでしたね。まあぶっちゃけでもしょうがないと思ってます。応募総数が2500件ぐらいあって、で、あの書類審査を通ったのが1200人。なんで半分ぐらいがこれ通ってるんですよ。で、その1200人の中で当日の都合が合わない人って、平日とかだったんで100人を超えそうなんですが、で100人もその参加できないって方がいて、その人たちに対して個別対応してたら時間かかりすぎちゃうので、正しい判断だなというふうには思いますね。あとは正直本当に事務所入りたいなら都合をつけていくと思うんですよ。例えば僕だったら、まあ海外にいるんですけど、その二次審査に参加できるようにその航空券買って審査に参加してたと思うんですよ。ただそれだけのその情熱がなかったっていうことだと思いますね。なんで本当にもう正しい判断だと思います。まあ残念ですけどね。ということで、今後も僕は一人で粛々と事務所に属さないで、一人でやっていく予定です。まあ、今後もね続けていくので、よかったらあのチャンネルを引き続き見てくれれば嬉しいです。ではそんな感じで、また会いましょう。さよなら。Thank you.